それでは映画評論家、町山智弘さんにお話伺いましょう。今日はスタジオ生出演です。はい、どうもよろしくお願いします。スタジです。町山さん。よろしくお願います。やっぱり生はよろしいでございます、町、はい、山さん。<笑><笑>じゃあ今回は日本に、はい、あの、イベントでイベントとか、本の宣伝とかいろんなテレビとか <laughs>。 そうですかもう稼ぎです一気に稼ぎしてきますはいなんかさんちょっと日焼けされたというかなんか肌がツヤっとはい今撮影してたんであのドーラー塗ってるわけですあ、そうなんですねメイクしてメイクなんだ今日なんかちょっと違うなぁと思いましたさあいいえ、撮影中まさに何があそこそかにブーバーさんが出られる いや違う違う違う。他の詩集の取材の撮影があったんで、代わりにられったんですよ。ちゃんと町山、そういう時塗られるんですか言ってますよ。この後もあるんですよ、もう一個。あそうですね。町山さんのご友人の。その詩ん監督が。え、どうしたんですか逮捕。監督。違う違う違う。新聞に載ってるから、その人が監督に載って逮捕以外ないじゃないですか、そんなものちゃんとし受賞されてる聞ですょ地獄でなぜ悪いね。町山さんご紹介いただいたあの映画が、カナダで開かれたトロント国際映画祭のビットナイトマットネス部で、観客賞を受賞。 まどうかしてる人っていう映画祭で。観客賞って、まあ、そういう映画ですよ。あ、そうなんですか。はい、どうかしてる。いや、めちゃくちゃ喜んでいらっしゃいますよ。あ、そう。一度はこういう賞が欲しかったっていうね。これも欲しかったのかな、本当に。そうなのか。めちゃくちゃなものを作って、めちゃくちゃなものの中のキングになったっていうのは。そう、めちゃくちゃキングで、その賞らしいですね。はい。はい。はい。さあ、そして、松山さん、今日のメッセージテーマ切り抜いて取ってありますけど、松山さん、またいろいろ。って僕は全く取らないんですけど、僕の師匠は切り抜きの。 帝王ですよ日本一の切り抜き王ですよ、ええ、僕の師匠、三浦純さんという人の、あ、はい、あい人切り抜きの帝王ですから、あのック、ね、スクラップの、僕、初めて会ったの30年ぐらい前ですけど、その時に見せられた時にすでに何十冊買って、うん、それから30年間、どん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 スクラップを増やしていってで、そのスクラップっていうのは、エッチなそのスクラップなんですけど。そうそう確かにいろんなものをね そう。うん、あの、いわゆるエロ本とかに載ってるやつは、うんうん、ヌードグラビアじゃないんですよ。うん、普通の広告とかに出てる、その、えー、女の人は、例えば、しゃがんでる時に、ちょっと、内股のとか見えるとか、うんうん、胸の谷間が見えるとか、うん、あの、汗の玉が見えるとか、そういうの熱心に切り取ってる。ああ<ー>、子供の頃から。<laughs> 子供の頃から子供の頃からずっと。 で今でもやり続けてて、です,はい、ですごく山下忙しくなっちゃったじゃないですか。はい、アシスタントを、切り抜きアシスタント雇ったりしたこともってんですよ、えー <laughs>。お仕事としてというよりも、その5趣味のやつそれ一切お金にならないんだけども、はい、やっぱり取っとかないとならない人なんで、だから、こことここ切り抜いて貼っといてってってやらせるんですけど、はい、ある日、彼の家に遊びに行ったら、はい、なんか剥がしてんですよ、スクラップブックを。はい、で、貼り直してて、 分かってないんだよとか言って。ダメだ貼り方が悪いんだって言うんですよ。んんんすよなんかあるんですかはい<う><う>、だから、やっぱりここに和服の美女の色っぽい写真の横に、すごいボンテージの SM 上の写真を載せるこの面白さがわかるみたいな分、うん、<laughs> わかんないよ <laughs> すげえだー組み合わせなんだよみたいな。 そのセンスわかんないよ隙間に上手に貼ればいいっていうんじゃないんすよそうそうただ貼ればいいんじゃねえんだよみたいなこれモンタージュなんだからこの組み合わせによって別の物語が出てくるんだとか言うんですよすごいなこれ人にやらせんなよと思いました確かに女子盛りだなそれはねえという先生なんでもうそれを見てねあ俺は切り抜きとかスクラップとかでこの人には及ばないからやってもしょうがないと思いましたね確かにそれを見ちゃってたら僕らもやってなかったそうだもん部屋いっぱいだもんでもスクラップブえそうですかすごいですよあの人うわ子供の頃だともう 気がね、今もで、ね、き違いますよ、ねね。なんか、対談でもおっしゃってたけど、なんかこう、エロいこうワードとかもね、こう、うん、その、絞れたワードみたいなこう切り抜いて、うん、それからちっちゃいところのやつとかだと、たまたまね、切り抜いた後に自分のこう、ズボンの裾がなんかに入ってて、<laughs> それは子供の前でハラって落ちて、変な空気になって、するって、<laughs> かっいい対談でおっしゃってましたけどね。<laughs> ものすごい絞れたワードとかを子供の前で落としちゃった。り <laughs>。 そうういリスクって落としましたよって言うと、そういうね、エロいワードって、変なセクハラみたいになんとかどれみたいなのが出てきちゃうっていう、だってあの人、やり逃げっていう本出して、自分がやり逃げって女の子のことを書いた本があって、それ出した時に、娘さん、まだ小っちゃかったんで、3歳か4歳だったから、やり逃げってひらがなで、それしか読めないから、やり逃げ、やり逃げって走って、どうなるんだろう、娘さん、相当な、ある意味、英才教育育そうなんですけどね、ずいぶん前の話ですけどね。 松山さんが、はい、今週は。 ドキュメンタリー映画ということですね、はい。ドキュメンタリー映画でね、もったいないっていうタイトルのドキュメンタリー映画をちょっと紹介したいんですけど、うんはい、えっと、最近ね、こういうニュースがね、あったんですけど、うんえー、世界の食料の3分の1が廃棄されてるっていうニュースですね。うん、で、国連食料農業機関が発表したんですけれども、世界で生産された食料のうちの3分の1は誰も食べないまま捨てられてるっていうことは調査の結果分かったんですね。うんうん、で、量にすると年間で13億トン。で金額にすると75兆円。 えー、これはスイスの、えー、GDP、国内総生,生産を上回ると、うん、で世界中でご飯を食べられない人たちがいっぱいいて、飢え死にしている人たちがいるにもかかわらず、うん、あの先進国、えー、では、まあ、食べ物は食べられないまま、そのまま捨てられているということが調査の結果、分かっているんですよ。うんうんあ トーク振り幅すごないですかほですその直前までやり逃げって言ってた人が。早稲田大学で抗議してきたんですけどね、昨日ね。はい。やり逃げから、あの、食料廃棄問題に、いきなり振ります。すはい。町村さスイッチ切り替えに私、ドキドキしてるんです一気にトーン変わったな、みたいきなり振りますが。はい。で、それも、取材したのがね、もったいないって映画なんですけども、まあ、これは随分前から問題になって、十年、ここ10年ぐらいすごく、そういうのは、まあ、 調べられて分かるようになってから大問題になってきてる話なんですね。うんうん、で、あの、まあ、簡単にどこで捨てられていくかっていうと、まあ、スーパーですね、はいはい、大型スーパーで捨てられてる量が多いんですけども、はいはい、えー、僕、アメリカに初めて住んだときに、はい、そのびっくりしたのは、アメリカのスーパーってすごいでかいんですよ、スーパーまでって。もう倉庫みたいにものすごいでかいところなんですけど、はい、特にそのトマトとかの置いてあるコーナーが、トマトだけでもっても、 な,なんとか何百個も積み上げたんですピカピカのトマトは,はでいつも山積みなんですよどれも、うんはい、でこれどうしてんのかなと思うじゃないですか、はい、やっぱり捨てられちゃうんですよああその期限が来たら下のものなんかそこまで売れませんよねそうそうそう全部売り切れてきれいにな,なんてかなくなって新しいの追加してなんていうことになってないわけですよあ捨てられちゃってるんですよ実際は,はであとやっぱりレストランでアメリカ 枯れたことありますか。あります。はい、食事で出てきたときすごい量多いと思います。多いです。量はやっぱりね。食べきれないですよね。うんうん、ね。はい、あれね、アメリカ人は、あの、ドギーバッグって、犬にあげるからって嘘ついて、うん、あの、持って帰って、家で食べるんですよ。だ、倍出すんですよ。うんうん 実際のアメリカの量っていうのは<ー>僕知らなかったから最初全部食べなきゃいけないのかと思って食べてたらブクブクに太りましたけど <laughs> <laughs> あれは食べなくてよかったんです設定がおかしいんだからあれどうして量が多いのかって言ったら、うん、満腹になった気持ちがないとあそこは量が少ないっていうふうに言われちゃうからへ、うん だから、もう食べきれないぐらい出すことによって、あそこは量が多いっていうふうに言われるようにするんですアメリカ人も食べられないんですよ。好きよね。やっぱめちゃくちゃ食べるってイメージありますよけどね。何でもでかいっていう。でもやっぱり捨ててるんですよ。家に持って帰れない状況ってあるじゃないですか。ありますね。と恥ずかしいとかデートとか。ああ、なそれやっぱり残して捨ててるんですよ、あれ。すごい量で捨てられてますよ、アメリカでは食べ物がね。うん。あと、バイキング。あの、いわゆるその、レストランとかってバイキングじゃないですか、アメリカも。あれだって、 捨ててますよ。確かにね。乾いたやつとか全部。そうそうどんどん次々に。残りの1個を自分が取るってこともめったにないですもんね。そうそうそう。回転寿司やっていつまでも乾いたのぐるぐる回ってると捨てられてるじゃないですか。捨ててるんですよ。すごい捨ててるんですよ。今の昔の食べ物のシステムっていうのは食べる量だけ売られて食べる量だけ作られてなってたけども今食べる量の何倍も作っとかないとリッチな感じがしないから食べる量の何倍もが作られては捨てられてるんですよ。現在。で、それともう一つですね、捨てられてる もう一つの非常にへんてこな問題があって、うん、流通してる間に捨てられるんですよ大量に流通してる間まだ店に並ぶ前に並ぶ前とか店に並んですぐとか、うん、一番典型的なのは箱物ですね箱物の食べ物で箱に傷がついたり箱がつぶれ角がつぶれたり、うん、箱が汚れたらもう捨てられますよ、うん、買わないもん誰もそあ。そうか すごい無意味ですよ箱が汚れてるだけですよかは別にねんか全然関係ないですよで昔はスーパーとかではいちいちそれを傷物コーナーってやってる時あったんですけれどもそんなものじゃない数の量は流通段階では捨てられてるわけです実際はなるほどねえでもう一つはキュウリ買いに行く時になんかキュウリって変だと思いませんスーパーで買うキュウリってキュウリんかこれおかしいんじゃないと思う時ないですかきれいきれいに揃ってるそう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  全部まっすぐで長さは同じなんですよ。確かに。うん。そんなことありえないですよ。確かに。そっか、ちょっと曲がって本当はあるです作ったらグワーって曲がりますよね。そうそうそう、キュウリ自分で作るとわかるんですけど、曲がるし、あと、大きさ、長さバラバラじゃないですか。ね、じゃあ、この長さと、この太さ、この、なんていうか、傷がついてないまっすぐな状態以外のキュウリはどうしてるのかって。全部捨てられてるんですよ。確かに。実際は。捨てられてるから、食料確保されてるからどっちかですけども、ただ、なら、 べる時にそうじゃないと並べられない、積み上げられないって問題があるんで、うん、それには,はまらないも大きさんバラバラと、だっ積み上げられないじゃないですか、はい、丸い果物が。はい、そう、全部途中で排除されてるんですよ、選別されてる。<ー>これはもうひどい量になってるん、うん、そううの積み重ねて、だから3分の1というとんでもない数を築いてるんですよ、ね。全食の3分の1なんですよ。ね、この映画は、まず最初にその、えー、大量にその、たッパンがですね、 その日一日に売れ残ったパンというのは全部捨てられるところから始まるんですよ。うん、でパンっていうのはやっぱり固くなっちゃうんですよね。うん確かに。そカビやすいじゃないですか。ねはい、だかやっぱり前日のものってあんまり売ってないですよね。あれ、はい、どうしてんのって言ったらやっぱり引き下げて、うん、まあお店の人は持って帰るか捨てられてるんですよね。うん、で日本よりもパン食の多いところだと大量に捨てられるんですよ。はあ これはひどいですね。それで、うん、まあアフリカとかでは死んでる人がいるのに、ねうん、捨てちゃってるんですよ。ガシしてる人たちもいる中で。そうなんですよ。うん、でね、日本でもね、日本もその食料廃棄ではもうひどいレベルの世界の中ではひどいレベルに入ってるんですよね。賞味期限とかね、もうきっちりしてますもんね、日本はね。賞味期限って法律的な根拠って何もないんですあねえ、あそうなんですか。決まってるんじゃないですか基準みたいな。<laughs> 賞味期限って賞味の期限だから、うん、あの美味しく食べられる期限で。 あのメーカーカ側とか決定してるんです実際は<ー>安全期限じゃないんですよあ,あなるほどなるほどそう賞味期限を過ぎても味は落ちるけれども食べられるわけじゃないですか、うん、確かにね、はい、ところが賞味期限過ぎるとみんな捨てちゃうでしょそうですよねら、うん、れるのに別にそれ病気になるわけじゃないの、うん、そうだ そう昔は全部が全部、賞味期限書いてなかったから、お父さんに酔ってみたいなね、<laughs> そうそうそうそ、うそうそう <laughs> これいけそうかしらみたいな、どう<で>みたいなね、あとやっぱり野菜見て、こう傷んでるやつとか酔ったりとか、うん、今しないで、結構まとめて捨てちゃうんですよ、パッケージだと、一つのパッケージだか傷んでるのもあれば、傷んでないのもあるわけじゃないですか、うんうん、でももう期限過ぎたら、もう傷んでないのも一緒に捨てますよね、うん、パッケージされてる、前は、うんで。そういうことでものすごい大量に捨てられてるんですよ、食べ物が。うん 賞味期限なんて本当にね、あの、それは生ものとかね、賞味期限短いですけど、でも火通したらいいじゃないですか。そうなんですよね。鍋とかね。に。ね。いろんな問題があるんだけど、まあ、そういうこと考えたり、個別に細かく処理していくとコストがかかるから、それだったら一気にしてるっていう。そのほコストがかからないという考えだったんですね。これは怖いんですが、い。で、いくつも解決する方法があるんですよ。で、あの、特にね、僕は学生の頃、 みんな貧乏だったんでみんなパン耳食ってたんですよいや確かにね耳くれるじゃないですかパン屋行くとサンドイッチにするときに耳切るじゃないですかパンの端っこのとこ切るじゃないですかあれをまとめて100円とかで安くでっかい袋にいっぱいって売ってそう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 あとドーナツ屋さんに行くとドーナツの真ん中の抜いたところはい カステラの角とかね結構売ってくれるんですそう、売ってくれるんですよ、まず愛の食うようにすると、味は同じなんだからっていうことですよね、ただ、工場とかで、サンドイッチって工場で作られてるじゃないですか、ものすごい大量にコンビニとかで回ってるんですか、あの耳はどこに行ってんのって問題があるんですよね。ああ。そうか、町のパン屋さんとかだったらね、なんかこう、家畜の資料とかに回ったりはしないんですかはってすになるんででけどヨーロッパ共同体 その、食料の廃棄された食料を家畜に与えることは法律で禁じられてたんですよ。ええー。だから全部捨てられたんです。えー、そうなんですかそう。でね、衛生上の問題だったり、やっぱり、あの、安全性確保できないって問題だったり、あとまあ、動物愛護の問題とかですね、そういう理由から豚には残飯をあげないっていう法律ができてたんですよ。ひどい話ですよ、これ豚、うん、サイドからさ結構美味しいやつなんだけどね。ねだって人間と同じものを作らてもらえだから、ごちそうなんだけど、 あげないって法律があったんですよ。<ー>で、この映画の中ではこれはひどいって言って、うん、日本ではちゃんとそれを加工したりして回してると。うんうん、で、どうしてその動物の餌を残飯にしないことが危険なのかっていうと、これものすごく危険なのは、動物の餌っていうのは現在ほとんどトウモロコシで作られてるんですよ。はい。トウモロコシっていうのはほとんどアメリカで作られるんですよ。うん、世界中の家畜の餌ってのはアメリカにコントロールされちゃったんですよ、現在。へ<ー>で、そのトウモロコシを作るのっていうのは、どうやって作るかっていうと、 えー、窒素系の,その農薬で栄養を与えてトウモロコシを作るんですけどそれは石油から作るんですよえトウモロコシってのは石油で作られてるんです現在ええトウモ石油から作った農薬でトウモロコシを作ってそれで世界中の豚やニワトリや牛を育ててるんですよアメリカが全世界のええんな異常な状況ってのはないんですよだから石油価格が上がると世界中の豚農家とかニワトリ農家が苦しくなるんですよ、うん、はあ こういう馬鹿げた状況っていうのは、これなんとかしなきゃなんないんで、それぞれの国内でもっと食料をうまく回して、循環させる方が正しいんですよ。実際あるのにね。そう、実際あるんだから、なんで捨てて外国から要するに飼料を輸入するのは、日本国内の飼料もトウモロコシっていうのは全部アメリカ産ですから、なんで輸入してるもので、豚や牛に与えなきゃいけないのかっていう、意味わかんないですよね、そ然ね。それでか輸入せざるを得ない状況にするために、なんかこう。 コトルされてるわけです、結局、輸入食料っていうのをやることによって、外国にその自分たちの生命をね、握られることになっちゃうっていうのもあるんで、うん、とにかくこれは異常なことなんだけど、うん、で日本はかなりその豚に餌をあげるときに、その残飯を加工して、うんえー、安全な状態にして豚にあげるっていうシステムを日本で開発したんですね、うん、でそれはこの間に出てきます。ただね、まだもう一つ問題はね、その食べ物屋さんでの,その、えー、賞味期限が切れたものを撤廃するスピードは日本は世界一なんですよ。 ああ、なんかわかない。そうですね。<laughs> ものすごく細かく店の人が回ってはい、はい、片付けてるじゃないですか。何時までとか書いてますよね。そうそう、何時までとか、ものすごく厳しいんですよ、日本は。確かに。あれもおかしいし、で、あと加工食品とかも捨てちゃうんですよね、結構持つのに。<ー>うん。で、これはね、フードバンクっていう制度で解決がある程度できる。フードバンクこれはね、僕が、 お世話になってたって、俺がお世話になったものが多くて、<laughs> なんですが、あの、アメリカで初めて、暮らし始めた時に、カミ、はい、さんも仕事してないし、俺も仕事してないしで、収入なかったんですよね。はい、で食えなかったけど、食費はほとんどタダにすることはできたんですよ。ん、はい。それはフードバンクっていう、あの、制度があってですね、スーパーとかで賞味期限切れたものは、あの、全部タダで配ってるんですよ。はい、それはありがたいよ、<ー>その、 若手芸人だったととかね、それは日本には全然ないです,ねいですよね、はい、ないですよね、恥ずかしいっていう気持ちがあるじゃないですか、それは。はい、だ裏でもらうんじゃなくて、集めて、車で集めて、うん、それを一か所で配るんですよ。 でそこに行けば誰誰でででもも。らえるんです誰でも<ー>で。配る場所っていうのはその貧しい人たちが住んでるその移民向けの住宅とかあるんですけど、うん、そこでトラックがどれらが来てあの週に何回か来てそれでバーッと開けると野菜とかいろんなものが出てくるんですよのの、はい、で賞味期限切れのものでも賞味期限切れって言ってもアイスクリームとかって賞味期限が1日2日切れたって別に関係ないですはい、はい、アイスクリームってそれもらってくるんですよだからアイスクリームはただですよは パンだって前日のやつは、基本的に前日のやつはスーパーでは絶対置かないですよね。はい、ねでも前日のパンなんて食えるじゃないですか。だっていパン何日も家で置いてるじゃないですか。確かに。ね。そう,ねそうなんですよ。うん、卵とかもみんなそうですけども、うん、加工すれば食えるんですよ。 ねえで。ダメだったら食べる前に捨てればいいわけでね。うん,うん。うん、だそれで結構暮らしちゃいますよ。だからアメリカ留学とかする人たちとかって結構それで暮らしてる。うんうん、あ、今ももちろんずっと続いてるずっと続いてる。<ー>はい。それはフードバンクって言うんです。で日本だとなんそういうのないんですか<い>日本でもね、フードバンクはね、やっと最近始まったんですけども。そうなんですね。あんまり広まってないんですよ。 やっぱりこう消費活動が、あの、ちょっと抑制されるとか、そういうこともあるんですかそれもあるんですけど、やっぱり貧しい人たちが集中して暮らしてないんで、そこに供給するってシステムを作りにくいんだと思います。<ー>アメリカは貧しい人たちが固まって暮らしてるんで、そこに持っていけばみんながわーっと取りに行くるんですよ。うん、それがちょっとやりにくいんだと思いますね。うん、はい。あとやっぱりそういうところに貰いに行くっていうのはね、あの、あんまり、あの、日本人は恥ずかしいというのもあるのかもしれないですけど、うん、別にね、そんなもん捨てる方が恥ずかしいと僕は思いますけどね。はい。 僕ら若手芸人の時とかそういう実家がお店やってるって人が社員さんがパンとかねみんな持ってきてれて若手芸人に配ってもそれでみんな命つないでる時とかありましたからねあのパンがあのパンの配給あるぞっつってねそうですよね売れない漫画家の人とかみんなそうやってね結構暮らしてたりするんですよ実際はねでこれはねただねどんどんひどくなってくだろうとこの状況は全世界で中産会議の人たちがすごく増えてるんですよで中国インドなんかもう今まで貧しかった人たちはどんどんその 億単位で中産階級の人になってくるんですね、うん、で中3階級向けの,その食料事情に全世界がなってきますアフリカも、えー、中南米も。食料廃棄はどんどん広くなるでしょう。これこれそれをなんとか戻すっていうのをね、かなり個人個人が意識してやらないと、うん、これはひどい状態になる。あの特に食廃棄された食料っていうのは大量にメタンガスを出すんですよ。腐っていくから。はい、ただその場で腐っていくと、ただメタンガスが地球をダメにしていくだけなんですよ。はい <laughs> 温暖化の原因にもなるしそれはやっぱりあのそれからその飼料にしたり肥料にしたり食べたり何かのをしなきゃいけないと食物連鎖の中に入れなきゃいけないそうそう絶対にいなきゃいけないんでそれをやらないとひどいことになるんですよねだこれねユダヤの,その聖書の中に出てくるんですけど昔は何ていうか食料とかそういったものはその廃棄されたりその無駄なものが出てきた場合全部それはまずい人に与えなさいってことは旧約聖書に書いてあるんですよ ミレーの絵で落ち葉拾いっていうのがあるんですけどあれ拾ってる人たちは実は貧しいそのお,となんとかお父さんがいなくなった家庭の人とかが拾ってるんですあれはそうなんですあれは農,家農民じゃないんですよあれは拾ってるのは<あ>そういう作業してる途中とかじゃないんです、ね、違うんです落ち葉拾いってのは昔は農家の人たちは必ずその収穫するときに全てを収穫するやいです残すっていうことはルールとしてあったんです、はい、マナーとして、はい、なぜ残すかというと貧しい人たちがその後取りに来て拾っていくんですよ <laughs> そういうふうにしないで焼いたり捨てたりしていくっていう今の状況っていうのはおかしいんでそれは絶対回すべきなんですよね無駄なく使わなきゃいけないっていうのは聖書に書いてあるっていうねどんだけ前から言われ続けてることそうそう昔から問題なんですよだからそれ無駄に捨てるなよっていうのは大昔から考えてないんですが今それが最近の日本なんてもっとこう進んでるとかちょっと違う方向いっててお供え物のものを持って帰っていく人を 断罪するみたいな方向にニュースがだってゴミをあさってる人ゴミあさらないようなすごい鉄の格子のゴミ箱に入れたりするじゃないですかそれひどいですよねこれはこのゴミは腐らせて捨てるんだからね拾っちゃいけないぞってってそれひどいですよねあげりゃいいじゃんどうせ捨てるってね持ってくなからどうせ捨てるんだったらそれをちょっとうまく回す方向に考えなきゃいけないですねゴミあさりができないようにするのって本当にひどいと思いますけどねいはい今アメリカではゴミあさりっていうのはおしゃれな スポーツですからえ<っ>お前話したじゃないですか<っ>流行ってるって ごミ箱ダイビングっていうのは、えゴミ箱ダイビングそうでした貧しい人たちじゃなくて、お金持ちの人でも、ゴミを、食べ物を捨てるのがムカつくっていう人たちが、そういうスーパーとかホテルとかのゴミ箱に飛び込んで、そう全然食べられるものを拾って、スマホに撮って、こんないいものが捨てられてるぞって自分で食べると、ゴミを食べて暮らしてるっていうのは、誇りなんですよ、アメリカとかヨーロッパでは現在、私は無駄はしないと、この世界に対抗して戦ってるんだという。

とんでもない数を気づいて、ね、前食の三分の一なんですよ。この映画はまず最初にその、えー、大量にそのパンがですね、その日一日に売れ残ったパンというのは全部捨てられるところから始まるんですよ。うん、でパンっていうのはやっぱり固くなっちゃうんですよね。確かに固くなやすいじゃないですか。確かにだかやっぱり前日のものってあんまり売ってないですよね。はい、だからどうしてんのってっやっぱり引き下げて、うん、まあお店の人は持って帰るか。 捨てられてるんですよね。で、日本よりもパン食の多いところだと大量に捨てられるんですよ。<ー>ね、これはひどいですね。それで、うん、まあ、アフリカとかでは死んでる人がいるのにね。うんうん、捨てちゃってるんですよ。出汁、うん、してる人たちもいる中でそうなんですよ。うんうん、でね。日本でもね。日本もその食料。廃棄ではもうひどいレベル。の 世界の中ではひどいレベルだって賞味期限とかねもうきっちりしてますもんね日本はね賞味期限って法律的な根拠って何もないんですよねえあそうなんですか決まってるんじゃないですか基準みたいな <laughs> 賞味期限って賞味の期限だから、うん、あの美味しく食べられる期限であのメーカー側とか決定してるんです実際は<ー>安全期限じゃないんですよあなるほどなるほど、うん、そう賞味期限を過ぎても味は落ちるけれども食べられるわけじゃないですか、うん、確かにね、はい、ところが賞味期限過ぎるとみんな捨てちゃうでしょ そ食べられるのに別にそれ病気になるわけじゃないのそうだ昔は全部が全部賞味期限書いてなかったからお父さんに酔ってみたいなねそう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  賞味期限なんて本当にねそれは生ものとかね賞味期限短いですけどでも火通したらいいじゃないですかそうですよね鍋とか確かにねいろんな問題があるんだけどまあそういうこと考えたり個別に細かく処理していくとコストがかかるからそれだったら一気にしてるっていうそのほコストはかからないという考えだったんですねこれは怖いんですがいくつも解決する方法があるんですよ あの特にね、僕は学生の頃みんな貧乏だったんで、あのみんなパン、耳食ってたんですよ。いや、確かにね、耳食れるじゃないですパン屋行くと、サンドイッチにするときにあの耳切るじゃないですか、あとパンの端っこのところ切るじゃないですか、あれをまとめて100円とかで、安く、でっかい袋にいっぱい入ってまときねそうそうそう、あとドーナツ屋さんに行くと、ドーナツの真ん中の抜いたところ。 ああ、そうですか。あの、カステラの角とかね、結構売ってくれるそう、売ってくれるんですよ。まず、愛の食うようにすると、味は同じなんだから。一緒に一緒に。っていうことですよね。で、ただ、あの、工場とかで、あの、サンドイッチって工場で作られてるんですか。ものすごい大量にコンビニとかで回ってるじゃないですか。あの耳はどこに行ってんのって問題があるんですよね。ああ。そうか。街のパン屋さんとかだったらね、なんかで、なんかこう、家畜の資料とかに回ったりはしないんですかえっとね、日本は回ってます。 あなるほど日本もあってます豚の餌とかになってるんですけどうん、うん、ヨーロッパ共同体ではその食料の廃棄された食料を家畜に与えることは法律で禁じられてたんですよ。えー、だから全部捨てられたんです。そう。か全部売り切れてきれいにいどな,なんだかなくなって新しいの追加してなんていうことになってないわけですよ。は<ー>捨てられちゃってるんですよ実際は。は<ー>であとやっぱりレストランでアメリカ行って 食事で出てきたとき、すごい量多いと思う。多いです、量、やっぱりね。うん、食べきれないですよね。うんうん、ね。はい、あれね、アメリカ人はあのドギーバッグって犬にあげるからって嘘ついて、うんあの、持って帰って家で食べるんですよ。うん、だ倍出すんですよ。うんうん へぇー。あ、もともとやっぱアメリカの人でも食べられない,い食べられないです。実際アメリカの量ってのは。は<ー>僕知らなかったから最初全部食べなきゃいけないのかと思って食べてたらブクブクに太りましたけど。うん、<laughs> <laughs> あれは食べなくてよかったんです。は<ー>、ね、設定がおかしいんだ設定おかしいから。うん、あれどうして量多いのかって言ったら、うん、満腹になった気持ちがないと、あそこは量が少ないっていうふうに言われちゃうから。へ、うん、ー。 だからもう食べきれないぐらい出すことによってあそこは量多いっていうふうに言われるようにするんです。アメリカ人も食べられないんです。スケールネやっぱめちゃくちゃ食べるってイメージあるんですよね。なんでこれかいっていう。でもやっぱり捨ててるんですよ。家に持って帰れない状況ってあるじゃないですか。ありますね。恥ずかしいとかデートとか。あそこそれやっぱり残して捨ててるんですよ。すごい量で捨てられてますねアメリカでは食べ物がね。うん。あとバイキングあのいわゆるそのレストランとかってバイキングじゃないですかアメリカもあれだって。 捨ててますよ。確かにね。乾いたっやつとか全部。どんどん次々に。残りの1個を自分が取るってこともめったにないですもんね。そうそうそう。回転寿司やっていつまでも乾いたのぐるぐる回ってると捨てられてるじゃないですか。捨ててるんですよ。すごい捨ててるんですよ。今の昔の食べ物のシステムっていうのは食べる量だけ売られて食べる量だけ作られてなってたけども今食べるの何倍も作っとかないとリッチな感じがしないから食べるの何倍もが作られては捨てられてるんですよ。現在。で、それともう一つですね、捨てられてる もう一つの非常にへんてこな問題があって、うん、流通してる間に捨てられるんですよ大量に流通してる間まだ店に並ぶ前並ぶ前とか店に並んですぐとか、うん、一番典型的なのは箱物ですね箱物の食べ物で箱に傷がついたり箱がつぶれ角が潰れたり、うん、箱が汚れたらもう捨てられますよ、うん、買わないもんよああ<ー><ー>そうか すごい無意味ですよ箱が汚れてるだけですよかは別にねか全然関係ないですよで昔はスーパーとかではいちいちそれをその傷物コーナーってやってる時はあったんですけれどもそんなものじゃない数の量は流通段階で捨てられてるわけです実際はなるほどねえでもう一つはキュウリ買いに行く時になんかキュウリって変だと思いませんスーパーで買うキュウリってキュウリんかこれおかしいんじゃないと思う時ないですかきれいキに揃ってるそう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  全部まっすぐで長さは同じなんですよ。確かに。うん。そんなことありえないですよ。確かに。そっか、ちょっと曲がってやつ本当はあるです作ったらグワーって曲がりますよね。そうそうそう、キュウリ自分で作るとわかるんですけど、曲がるし、あと、大きさ、長さバラバラじゃないですか。ね。じゃあ、この長さと、この太さ、この、なんていうか、傷がついてないまっすぐな状態以外のキュウリはどうしてんのかって。あ、全部捨てられてるんですよ。確かに。実際は。捨てられてるから、食料確保されてるからどっちかですけども、ただ、なら、 食べる時に、そうじゃないと並べられない積み上げられないって問題があるんで、うん、それには,は,はまらないもん大きさがバラバラだとだ積み上げられないじゃないですか、はい、丸い果物が、うん、全部途中で排除されてるんですよ選別されて。はい これはもうひどいようなってそういうのを積み重ね方から三分の一とよっえ出てくるんだとか言うんですよすごいなこれ人にやらせんなよと思いました確かに女子ぶりだなそれは年金そういう先生なんでもうそれを見てねあ俺は切り抜きとかスクラフとかでこの人には及ばないからやってもしょうがないと思いましたね確かにそれを見ちゃってたら僕らもやってなかった手をだもんだって部屋いっぱいだもんでもスクラフよくそうですかすっごいですよあの人子供の頃だとそれはもう年季が違いますね今も年季違いますよね対談でもおっしゃってたけどなんか。 こうエロいこうワードとかもね。こううん その、下ネタワードみたいなのをこう切り抜いて、それがちっちゃいところのやつとかだと、たまたまね、切り抜いた後に自分のこうズボンの裾の中にやってて、それは子供の前でハーッて落ちて、変なとになってするって、かっなおっしゃってましたけどね。ものすごい下ネタワードとかを子供の前で落としちゃったりそういうリスクも背負って作ってる。落としましたよっていうと、そういうね、エロいワード変なセクハラみたいな。なんとか奴れみたいなのが出てきちゃうっていう。だってあの人、だって、やり逃げっていう本出して、自分がやり逃げた女の子のことを書いた本があって、 それ出した時に娘さんまだあちっちゃかったんで3歳や4歳だったから「やり逃げ」ってひらがなでそれしか読めないから「やり逃げ」「やり逃げ」っていやなんだから走ってましたけどどうなるんだろう娘さん相当なある意味英才教育を受けて育ってるそう,、ね、そうなんですけどねずいぶん前の話ですか、ね、そのまな弟子の町山さんですあその町山さんが、はい、今週は、えーはい、ドキュメンタリー映画ということですね,、はい、ですねドキュメンタリー映画でね「もったいない」っていう、うん、タイトルのドキュメンタリー映画をちょっと紹介したいんですけど、はい、えと最近ねこういうニュースがねあったんですけど、うん えー、世界の食料の3分の1が廃棄されているっていうニュースですね。うん、で、国連食糧農業機関が発表したんですけれども、うん、世界で生産された食料のうちの3分の1は誰も食べないまま捨てられているっていうことは調査の結果分かったんですね。うん、で、量にすると年間で13億トン。うん、で金額にすると75兆円。うん、えー、これはスイスの、えー、GDP、国内創生,産創生産を上回ると。 世界中で、ご飯を食べられない人たちがいっぱいいて、それで、飢えにしている人たちがいるにもかかわらず、先進国では食べ物は食べられないまま、そのまま捨てられているということが調査結果かっ町村さん、トーク振り幅、すごないですか、本当、本当ですその直前まで、それは本当です、早稲田大学で抗議してきたんですけどね、きのね、やり逃げから食料廃棄問題に、すごい、町村さん、スイッチ切り替えに、私、ドキドキしてるんです。 一気にトーン変わったの色い、ね、ますか。<laughs> はい。はい、あね。で,いでそれをね、すご問題したのはねもったいないって映画なんですけども、うん、まあこれはずいぶん前から問題になって1年ここ10年ぐらいすごくそういうのはまあ調べられてわかるようになってから大問題になってきてる話なんですね。うん、で、あのまあ簡単にどこで捨てられてるか。 いうとまあスーパーですね、はい、大型スーパーで捨てられてる量多いんですけども、はいえー、僕、アメリカに初めて住んだときに、はい、そのびっくりしたのは、アメリカのスーパーってすごいでかいんですよ、スーパーまでって。まもう倉庫みたいにものすごいでかいところなんですけど、はい、特にそのトマトとかの置いてあるコーナーが、トマトだけでもっても、なんというか、何百個も積み上げたんですよ、ピカピカのトマトは,は<ー>で、いつも山積みなんですよ、どれも。うんはい、で、これ、どうしてるのかなと思うじゃないですか、はい、やっぱり捨てられちゃうんですよ。 ああ、その期限が来たら。明日ののなんかそこまで売れませんよね。そう,そうそうそう。それでは映画評論家、町山智博さんにお話伺いましょう。今日はスタジオ生出演です。はい、どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。うう、はい、まあ、ーいいね。やっぱり生はよろしいでございます、はい,は,いはい。こちら今回は日本に、はい。あの、イベントで行ってからて。イベントとか、あの、本の宣伝とか、いろんなテレビとか <laughs>。 そうなんですか。デカセキです。一気に稼ぎしてきます。はい。なんかマチさんちょっと日焼けされたというか、なんか肌がツヤっと。はい。今撮影してたんであのドーラン塗ってるわけです。あ、そうなんですね。メイクして。メイクなんだ今日。なんかちょっと違うなと思いましたマチマさんのね。え撮影中？まさに？何が？あそっかそっか。何？マチマさんが出られる。 いや違う違う違う。他の雑誌の取材の撮影があったんで代わりに動画になったんですよ。ちゃんと町山、そういう時に塗られるんですか言ってますよ。この後もあるんですよ、もう一個。あそうですか松山さ町山さんのご友人の。はい。その死を監督が。え、どうしたんですか逮捕。監督。違う違う違う。新聞に載ってるから、その人の新聞に載るって逮捕以外ないじゃないですか、そんなものは。ちゃんとして受賞されてる聞ですよ。地獄でなぜ悪いね。町山さんご紹介いただいたあの映画が、カナダで開かれたトロント国際映画祭のビッドナイトマットネス部で、観客賞を受賞。ビッドナイトマットネスってあの世の中の まあ、どうかしてる人っていう映画祭で。観客賞って、まあ、そういう映画ですよ。あ、そうなんですか。はい、どうかしてる。いや、めちゃくちゃ喜んでいらっしゃいますよ。あ、そう。一度はこういう賞が欲しかったっていうね。うれは欲しかったのかな、本当に。そうなのか。めちゃくちゃなものを作って、めちゃくちゃなものの中のキングになったっていうのは。そう、めちゃくちゃキングで、その人らしいですね。はい、はい、友達もあります。はい。さあ、そして、松山さん、今日のメッセージテーマ、切り抜いてとってありますけど、松山さん、またいろいろ。ってや僕は全くとらないんですけど、僕の師匠は切り抜きの。 帝王ですよ日本一の切り抜き王ですよ、さん師匠と僕の師匠、三浦淳さんっていう人、ああいう人は切り抜きの帝王ですから、あの、うんス,ね、スクラップの、僕、初めて会ったの30年ぐらい前ですけど、その時に見せられた時にすでに何十冊買って、うん、それから30年間、どん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 スクラップを増やしていってで、そのスクラップっていうのは、エッチなそのスクラップなんですけど。そうそう確かにいろんなものをね そう。うん、あの、いわゆるエロ本とかに載ってるやつは、うん、ヌードグラビアじゃないんですよ。うん、普通の広告とかに出てる、その、えー、女の人は、例えば、しゃがんでる時に、ちょっと、内股のとか見えるとか、うん、胸の谷間が見えるとか、うん、あの、汗の玉が見えるとか、そういうの熱心に切り取ってる。うん、ああ。子供の頃から。<laughs> 子供の頃から <laughs> 子供の頃からずっと。ああ<ー>。それで、今でもやり続けてて、はい。 ですごく山下忙しくなっちゃったじゃないですか。はいはい、アシスタント、切り抜きアシスタントを雇ったりしたこともってって、<へー> <laughs> <laughs> お仕事としてというよりも、ご趣味のやつそれは一切お金にならないんだけども、はい、やっぱり取っとかないとならない人なんで、だから、こことここ切り抜いて貼っといてってってやらせるんですけど、はい、ある日、彼の家に遊びに行ったら、はい、なんか剥がしてるんですよ、スクラップブックを。はい、で、貼り直してて、 分かってないんだよとか言って。ダメだ貼り方が悪いんだって言うんですよ。なんかあるんですかルが。だから、やっぱりここに和服の美女の色っぽい写真の横に、すごいボンテージの SM 上の写真を載せるこの面白さがわかるみたいな、うん、分かんないよ <laughs> すげえだー <laughs> 組み合わせなんだよみたいな。それ、<laughs> そ,れそのセンス分かんないよ。隙間に上手に貼ればいいって言うんじゃないんです、ね、そうそう、ただ貼ればいいんじゃねえんだよみたいな。ないこれはモンタージュなんだから、この組み合わせによって別の物語。 でね、衛生上の問題だったり、やっぱりあの安全性確保できないって問題だったり、あとまあ、動物愛護の問題とかですね、そういう理由から、豚には残飯をあげないっていう法律ができてたんですよ、えー、すひどい話ですよ、これ。豚サイドからさ結構おいしいやつなんだけどね、ねだって人間と同じものを作らせてもらえたから、ごちそうなんだけど、あ、ねね、げないって法律があったんですよ、えーで、この映画の中ではこれはひどいって言って、日本ではちゃんとそれを加工したりして、回してると、どうしてその動物にの餌を残飯にしないことが危険なのかっていうと、これ、ものすごく危険なのは、 動物の餌っていうのは現在ほとんどトウモロコシで作られてるんですよ。はい。トウモロコシっていうのはほとんどアメリカで作られるんですよ。うん、世界中の家畜の餌っていうのはアメリカにコントロールされちゃったんですよ、現在。へー。で、そのトウモロコシを作るのっていうのは、どうやって作るかっていうと、えー、窒素系のその農薬で栄養を与えてトウモロコシを作るんですけど、それは石油から作るんですよ。えトウモロコシってのは石油で作られてるんです、現在。えトウモ石油から作った農薬でトウモロコシを作って、それで世界中の豚や鶏や 牛を育ててるんですよアメリカが世界の<え>こんな異常な状況ってのはないんですよだから石油価格が上がると世界中の豚農家とか鶏農家が苦しくなるんですよはあ、うん、こういう馬鹿げた状況ってのはこれ何とかしなきゃなんないんでうん、うん、それぞれの国内でもって食料をうまく回して循環させる方が正しいんですよ実際あるのにね、えー、そう実際あるんだから捨てない、うん、で捨てて外国から 要するに資料を輸入するのは、うん、日本国内の資料もトウモロコシっていうのは全部アメリカ産ですから、うん、なぜ輸入してるもので、豚や牛に与えなきゃいけないのかっていう、意味わかんないですよね、それだか輸入せざるを得ない状況にするために、なんかこう。 コントロルされてるわけです、結局、輸入食料っていうのをやることによって、外国にその自分たちの生命をね、握られることになっちゃうっていうのもあるんで、うん、とにかくこれは異常なことなんだけど、うん、で日本はかなりその豚に餌をあげるときに、その残飯を加工して、うんえー、安全な状態にして豚にあげるっていうシステムを日本で開発したんですね、うん、でそれはこの間に出てきます。ただね、まだもう一つ問題はね、その食べ物屋さんでの,その、えー、賞味期限が切れたものを撤廃するスピードは日本は世界一なんですよ。 ああ、<や>なんかわかない。そうですね。<laughs> ものすごく細かく店の人が回ってはい、はい、<laughs> 片付けてるじゃないですか。何時までとか書いてますよね。そうそう、何時までとか、ものすごく厳しいんですよ、日本は。確かに。あれもおかしいし、で、あと加工食品とかも捨てちゃうんですよね。結構持つのに。<ー>うん。で、これはね、フードバンクっていう制度で解決がある程度できる。フードバンクこれはね、僕が、 お世話になってたって、俺がお世話になったものが多くて、<laughs> <laughs> なんですが、アメリカで初めて、暮らし始めた時に、カミ、はい、さんも仕事してないし、俺も仕事してないしで、収入なかったんですよね。はい、で食えなかったけど、食費はほとんどタダにすることができたんですよ。はい、それはフードバンクっていう、あの、制度があってですね、はい、スーパーとかで賞味期限切れたものは、あの、全部タダで配ってるんですよ<ー>。それはありがたいよ、その、 若手芸人だった時とかね、結構。それは日本には全然ないです,ねいですよね。はい、ないですよね。恥ずかしいって気持ちがあるじゃないですか、それは。はい、裏でもらうんじゃなくて、はい、あの、うん、集めて、車で集めて、うん、それを一箇所で配るんですよ。で、そこに行けば誰でもらえるんです。うん、誰でも。へぇー,ー。で、配る場所っていうのは、その貧しい人たちが住んでる、その移民向けの住宅。